何があったんだ。なんかされたかと思ったけど、びっくりした。びっくりした。なんかされたみたいな感じしたけど、何されたんだろう。わかんねえな。お前らわかるか、俺何されたか。なんか違いあるか、さっきと。俺何されちまったんだろう。わかるか、なんか違いあるか、さっきと。いや、お金はいっぱい持ってますよ。ぶっさ、込み抜けるわっつって。そんな悲しいこと言わないでよ。髪伸びました？いや、なんかすぐ俺の髪の毛のことを言うやつって、普段から俺を見ようとしてないんだなって。そのやっぱ外見的な、内面的な俺じゃなくて、やっぱ表面で撮ってるんだな。デブだなとかハゲだなっていうのをやっぱ常に意識してるんだなっていうのがやっぱバレバレだよね。なんかすぐ入るためになんか、あれ京ちゃん髪の毛がみたいなこと言って、毎回とりあえず枠開いたら俺の今日の髪の毛の薄さをチェックするみたいな、人間の底が知れるようなことを毎日してるんだなっていうのをすぐ感じ取れちゃって、ちょっと気分悪いです。いや、なんか聞いてるって何ですか？聞いてるって。なんかまるであなた方が言ったことが僕のこうなんか心の中に響いてるみたいな言い方しますけど、全く僕は聞いてませんから。聞いてませんから。やめてもらっていいですか、なんか。あなた方のこの無慈悲な言葉の。あ、今、僕の心のガラスが割れた、落とした。なんて言うとでも思いました？全然聞いてませんから。やめてもらっていいですか？終わりだよ。俺がさ、このカツラ被るとさ、必ずさ、あの、ハンターハンターに出てきた、お兄ちゃんやんって言われるんだよ。ミルキーやんって言われるんだよね。あー、びっくりした。あれ、ここ5分ぐらいの記憶ないけど、なんかあった？これでアリケンと区別がつくね。伏せ字がもうバレてるよ。あいつも可愛かったのにな。アリケンの BGM を止めたりとか喋ったりするやり方全部俺に似てるんだけどさ、昔言ってたんだよ、京ちゃんのことマジリスペクトしてますみたいな。で、とつまちにも来てたの、京ちゃん大好きですって。今じゃもう俺よりも人を集めるようになって、この間配信パッて見たら俺のこと京一郎って言ってさ。変わっちまった。変わっちまったよ。みんな変わっちまった。俺と昔から変わらず接してくれるのは殿だけだ。変わってないな、お前の体重だけ。俺の体重も変わっちまった。ニコ生やつら多分あっても120とかだ。今157変わっちまった。変わっちまったよ。